エリザベータ・ロマノブナ・ボロンツォバは、ロシア帝国の貴族、皇帝ピョートル三世の愛人として知られる。彼は、エリザベータと結婚するために、皇后、エカジェリーナ・アレクセイエブナとの離婚を格索していたと、される。女帝、エリザベータの治世末期、彼女のおじであるミハイル・ボロンツォフは、ロシア帝国最少に就任した。また、父親のロマン・ボロンツォフは、ウラジーミル・ペンザ、 タンボフ、コストロマなどの都市を領有するなど、ボロンツオフ家は、権力の絶頂に達しており、エリザベータは、帝国の最有力貴族層に身を置いていた。ピョートル三世の長愛を一心に受け、彼の在位中は、皇后をエカチェリーナをもしのぐほどの地位に上り詰めた。1 7五十年に母、マルファが死去すると、十一歳のエリザベータは、オラニエンバウムにあるエカチェリーナアレクセイエーブナ。 大公費の宮殿に使えることとなった。その時の記録によれば、エリザベータは、兵士のように悪態をつき、目は、斜視で、匂いがひどく、おまけに話しながら、唾を飛ばすと、非常にやぼったかった。フランス王国のブルトイユ、男シャクルイシャルローギュストルト・ノリエは、彼女の容姿を、最も身分の癒やしいスカラリーメイドのそれと、比較している。エカチェリーナ自身は、彼女について、 オリーブ色の肌をした、とても醜く、非常に不潔な子供だと書き残している。このように周囲からは散々な評判であったにも、かかわらず、皇太子ピョートル・ヒョードロビチ大公は彼女への愛を深めていたので、宮廷はピョートルを思いとどまらせるのに非常に手を焼いた。彼はエリザベータのことを、私のロマノバと呼んでいたが、その間エカチェリーナは当てつけるようにして、彼女のことを、 新しいポンパドゥール夫人と呼んでいた。太公がピョートル三世として皇帝に即位した1762年1月以降、彼は聖火チェリーナ勲章をエリザベータに送り、新しく建てられた東急殿の自室の隣に彼女の部屋を用意させた。また、エリザベータはピョートルと小旅行やアバンチュールを繰り返していた。まるでおしどり夫婦のような二人の様子から、 外国の駐路大使は、自国政府に対し、皇帝はエリザベータと結婚するため、皇后をエカチェリーナを中道院に追放するつもりだと報告するに至った。これらの噂が、エリザベータの妹であるエカチェリーナ・ダーシコワと、皇后をエカチェリーナが結託した理由と考えられ、ついにクーデターへと発展することになる。在位わずか半年で定位から追い落とされた、ピョートルだが、 直後を迎えた彼の不可解な死に、エカチェリーナが関与していたかどうかは、今日までの論争である。ピョートル敗以後の彼女の動きについては、夫に関して、エカチェリーナは彼を牢獄へ放り込み、同情は見せなかった。自室から彼のベッド、愛犬、バイオリン、そして主治医を連れてくる許可を求めた、彼の心からの旅重なる願いを、彼女は拒否した。 彼女は、ピョートルと彼の愛人が二度と会えないように手を回していた。と説明されている。エカチェリーナ2世は、自らの回想録の中で、ボロンツォバに研究する際は、一切の手加減をしていない。1762年6月の書簡では、彼女は、ボロンツォフ一族が私を修道院に押し込め、自分の親族を定位につけるクワてをしていると主張している。クーデターにより、 定位を追われ、重心も次々に寝返る中で孤独に陥った、ピョートル三世だったが、エリザベータは最後までそばに居続けた。彼女は、ピョートルが彼の故郷であるホルシュタインに追放され、二人で残りの時間を過ごすことを望んでいた。しかしながら、彼の突然死により、その願いが叶うことはなかった。ありがとうございます。